ちは。今日は最近握力がなんとなく弱くなってきている感じがしたので、こういった最近やってるんですけど、棒でちょっとトレーニングというかしてみたいと思います。まずもう単純に振るだけなんですけれども、こう持って前後に揺すると9、10、1、2、3、まあ最初はちょっと回数わからないんで振りながら、だるいなというぐらいまで引いてやりますね。まあ右に変わって、まあ左もやると、はい、はい、次は左右なんですけれども、端で持ってこれをすると、まあ、ちょっと僕肘が弱いので真ん中ぐらい持ってこうやって回してます。でここだけじゃなくて肩の方までなんかこう引っ張られているような感じというところもね、肩がストレッチされている感じもあります。はい、で次は、まあ、立ってやるんですけれども、まあ、立ってやるんですけれども、この棒を踏んで自分のバランス、重心っていうのをちょっと確認しながら、僕はちょっとかかと寄りの重心が、まあ、得意といいますか、まあ、そういう風な、まあ、ものを持っているといいますか、かかと側がバランス取りやすいということなので、そうですね、乗って、で、膝を曲げて乗ると、この棒に体重が乗っていく感じ。で、この棒が足の裏を押してくる感覚っていうのを意識しながら、まだまだなんですけれども、下から頭のてっぺんまで突き抜けるような、なんかそういう感覚がたまに来ます。いつも来ないです。で、この感じを持ったまま後ろか、後ろ行ってつま先を上げて一気に3秒ぐらいかかとをストンと落とすと、このかかとをストンと落とした時にさっきの棒の感覚がある場所っていうのを意識します。大体3秒ストンと落として、この形がちゃんと立ってる状態なんですね。重心が、まあ、ちょっと僕はかかとよりなんですけども、この足のど真ん中にあると、この状態からこの感覚を忘れないようにして棒をちょっと使って、まあ、ストレッチといいますか、やってみると、はい、では棒をこのように抱えて、単純にさっきのようにかかとに乗るように立ってまっすぐで左右に振る。バドミントンって、まあ、ここまでは手伸ばさないですけれども、次に左手、右を引いたら左を出す、こういうのすごい大事なので、この棒があるだけでものすごく遠心力強くなって体が回る感じがしますね。で、次は右足側に乗る、ちょっと誇張することですね、誇張して右足に乗る、で、そのまま乗った状態のところに体を持っていくと、ここから乗して乗して、そのまままっすぐな目線からつま先までがまっすぐなので、ちょっとお尻引っ張られるんですけども、この感覚すごい大事です。股関節がちょっと折れてて、股関節の前にも意識がある、もちろんかかとの足の裏のかかと側にはちょっと体重が乗ってる感じ。次逆、こっちに乗って
左側に乗せて同じようにひねる。こっちまで今行ってもいいんですけれども、まあ、まっすぐでいいです。っていうのをちょっと形的にこう覚えていくと思います。乗って乗って乗って最後に棒を回す指を使ってですね、これ僕ちょっと肘を手術してるんで指先がまだ感覚があまりないんですね。なのでこの運動がすごく難しいんです。まあ多分できる人は簡単だと思うんですけれども、こういう感覚ですね。こういうのをちょっと意識してやり直してます。左手難しいです。ちょっとこういうのをちょっと最近は握力が弱くなってるのもあるし、体のこの辺がちょっと硬くなってるのもあるのでちょっと注意してやってます。まあちょっとこの棒は重くて硬いやつなんですけれども、まあ何かで代用できるかなと思うので、まあ、やる人はちょっとやってみると面白いと思いますよ。ではまた。